皆さんこんにちは。ワールドラバーマーケットのやっすんです、えー、今回も卓球知恵袋よろしくお願いします。それでは今回のテーマを発表していきます。はい、というわけで浅いループドライブ。まあループなんでね。回転かかってるけど、深くじゃなくてあえて浅く入れていくっていうのをやっていきたいなと思います。はい、中国の選手とかはすごいですね。めっちゃ深いループとなんかもう低くて浅いループドライブスーンと入ってめっちゃかかってる。ボールとか。 よ結構その長短をコントロールする感覚っていうのが必要なのかなと思います、はい、でもちろん当然回転が減ったらね浅くてループで弱い回転っていうのはただのチャンスボールやんこれみたいな<あー> <laughs> はいなっちゃいますからあくまでも回転かかってるっていうのが前提なので回転かける感覚があるっていうのも前提でちょっともう今日はお話をさせていただこうかなと思います。はいはい、じゃあまず 遠くままでで飛んでしまう理由から考えようそ,それをなくしていけば短くなるってことだねうね、うん、遠くなる原因の1個は前に振っちゃうこと、うん、1一個もうこれシンプルです要は前に振るるというか厚く当たってる、はい、要はこの辺りが何だろうボールに対してシュッと薄ければ薄いほどそんなに飛んでいかないうん、うん、今かけたけどネットまで届いてない逆にこれがポーンと厚くなると奥まで 飛んででっちゃうのでここを薄くするっていうのがこれはあんま飛んでないですよねネットまで届いてないですから薄くするこれが1個大事かな薄いっていうのはこの本当にボールの表面だけシュッて触るような感覚厚くっていうのは逆にうボールの全体をバチコーンと殴りにいくようなイメージなので、はい、まあスマッシュかループかっていうのを極端に言うと分かると思うんですけどえまず薄く取るっていうのが1個。 はい大事かなとでもう一個、えっとね僕の感覚ではですけどあんまり高い打点で取らないなんとなくわかります高いところで取るとこう行きやすい逆にこう落ちてきた球こうやった方がキュッとかけながら浅く入れれるこれどうしても上がって この辺っていうのはちょっと何だろうな上から打ち下ろさなきゃいけなくなっちゃうので厚く当たりやすいんですよね <laughs> 薄く取ろうと思うとどっちかというとツッツキとかも深いツッツキじゃなくてこう,こういうところに対してこう落ちてくるようなツッツキに対して狙った方がこうやって浅く入れやすい逆に高いところ行くとこうなりやすい飛んでいっちゃいやすいので、はい、おお なるべく落ち落ちてくる球に対して、はい、やっていただく。はい。まあさっき言ったように中国の選手なんかもこの突つきに対して浅いループは絶対ないんですよ。どっちかというとこういう捉え方ですよね。落ちてくるところこういうのとか、それは無理です。こういうのとかをやっているっすよね。こういう感じなんで落ちてきた球をやるっていうのが二つ目。 三つ目長く持つとオーバーしオーバーというか遠くまでいきます分かりますかね長く上に振るわけですよ、うん、この振ってるラバーにボールが長くくっついてりゃくっついてるほど当然ミョーンと遠くまで行っちゃうので、うん、長く持っていますわこれ今うん、うん、回転かけながら長く引っつけてます <laughs> 長く持ちちすすぎると飛んでっちゃうんででゃうただ相手のツッツキが切れてたら長く持たないと落ちちゃうんですけど、うん、あのこう長く持つと距離がいくで逆に短くかけると距離が出ないじゃないですか全然出ないだからだ短くすると強い回転かけにくいんですよねなんとなくだから短く早くわあ今のめちゃくちゃいい。 短く短い時間プッて手放すなんか触って瞬間はあ、もう熱いものに触れるようなこうつッっていうイメージなんですけどここでしっかり回転かけとく短くかけとくそうすると浅いループが入りやすいあごめんなさい浅いねーとうわーもうちょっとえーバンしそうやったっすよ あー惜しい惜しい,惜しい理想今の形は理想やなこういう立ちでなんかやりやすいかな、うん、あもう狙いすぎてやばいめちゃくちゃ浅いど動画映えを狙って狙いすぎる、うん、<laughs> やばい <laughs> そしてその弾についてる粉でラバーが滑ってる ということで、はい、薄く取る。はい、落ちてくる球をやる。まあ、ちょっと浅い方がいいですね。だから、はい、で短いタッチで強くかける、はい、ここです。ここを意識してください。動画のご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録をよろしくお願いします。これからもためになる動画卓球が楽しくなる動画たくさん頑張って作っていこうと思いますのでよろしくお願いします。 最後までご視聴ありがとうございました。